はい、トヨタのアクセルデザインの古川です。今回の動画ではですね、機能解剖学を踏まえたハイブリッジの育て方をお届けします。ベンチプレスの選手の中には極端に高いブリッジというものを武器にしている選手がいらっしゃいますね。で、彼らはやっぱり、先天的にね、関節の柔軟性が高い方だなというのは、見て取れるんですけれども、僕らの体って刺激に対して適応する能力があるんですね。例えばいっぱい重いものを繰り返し運んであげると、それに使われる筋肉って肥大するっていうね、より強い力が出せるように適応するじゃないですか。ストレッチいっぱいやってると、それを邪魔するような筋肉の長さであったり、靭帯や関節包なんかの長さが長くなる、可動範囲が広がるっていうのは適応もするわけです。この場合ブリッジを高くしたいから、後者の、組織の長さを作るっていうような適応を促したい。じゃあどこに対してっていうのが大事なんですよ。一般のそのプレッサーと、彼らハイブリッジをですね、使いこなしているプレッサーの身体的な特徴の比較をすることで、何にフォーカスして鍛錬すれば今以上にブリッジを高く育てることができるのかっていう情報が手に入るんですよ。ちょっと動画を見ていただきたいんですけれども、 BTSL フィットネスの福田選手ですね。まあ綺麗なブリッジを組まれますね。注目するのは胸郭の可動性ですね。もちろん骨盤も立てる、胸も立てるというところで、ブリッジは出来上がるわけですけれども、下半分もすごく大事なんだけれども、今回のテーマはこちら、上半分に、絞らせていただきます。胸側のですね、アーチを高めたいって考えた時に、どこの長さが必要なのかって話にをしたいんですけれども、その前に胸郭この部分のですね、構造とその働きについてですね、お話をさせてください。胸郭っていうのは、よいしょっと、この肋骨と胸骨と胸椎で、作られたカゴなんですね。この胸椎っていうのはですね、この背骨全体の中では本来的には一番大きく動ける構造を持っています。なんだけれども、肋骨がこうやってついてるせいで、頸椎や腰椎よりも動ける幅が狭くなっているとですね。で、またですね、この肋骨の動きというのは年齢を重ねるとどん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 狭くなっていっちゃうんですよ。イコール肋骨が動かないから胸椎も動きにくくなってくるんです。はい、言いたいことがだんだん見えてきたと思うんですけど、この肋骨を自由に動かせるようにすることっていうのが、結構ブリッジ上側のですね、可動範囲を広げるためには大事なことになってきます。この肋骨、胸骨にぴったりくっついてるのが上半分の肋骨なんです。で、上半分と下半分で動き方にちょっと特徴があるんです。下半分は横に広がるような動きをします。上半分は縦に広がるような動きをします。息を吸う時には肋骨ってこう広がってくるんですけれども、その時に肋骨が横や縦に広がると、胸椎はぐっと後ろに反り込むような動きを起こすんですね。いいですか。肋骨が開けば胸椎はぐっと反りを強めるっていうのを押さえておいてください。福田選手の映像を見ていただきたいんですけれども、肋骨の開きが極端に大きいでしょう。だから肋骨を締め付けてしまうような筋膜たちの長さというものが人よりも長いっていうのがこれでわかるんです。もちろん肋骨と胸椎をつないでいる、肋椎関節を支えている靭帯たちや関節包なんていうのも、おそらく柔軟性が高いはずです。背骨自体をね、支えているような靭帯、それから関節包たちっていうのも人より柔らかいんだろうなというのは見て取れるんですけれども、まず広い、肋骨の開きっていうものを許しているのはどこなんだっていうのを知っていただきたいんですよね。例えば下半分の肋骨って横に開くって言ったでしょ。横の動きを抑えるっていうのは側面の筋肉ですよね。はい、横側、脇腹の腹斜筋が硬いと横に広がらないっていうのが一つありますね。で、上半分は縦に広がるんですよね。というと、溝落ちあたりについている腹直筋あたりが硬いと上半分は開かないということになりますね。だからあばらの下側、このエリアっていうのは胸郭下行っていうんだけれども、ぐるりと取り巻く腹筋群は
長くする必要があるなってことがこれで一つわかるですね。あとはあの肋間の広がりっていうのも特徴的ですよね。肋骨の間っていうのは肋間筋っていうのがあるんですけど、そこの長さも彼は極端に長いなってことがわかる。この胸郭下方には横隔膜っていうのがついてるんですよね。肺を広げたり縮めたりする筋肉ですね。で、その横隔膜自体のサイズも大きいですよ、あれ。ね。で、他にもね、肩甲骨を胸郭にピシャッと押し付けている前鋸筋、あのあたりも長いですね。とりわけ、福田選手の特徴としては、スライドっていうテクニックがあるじゃないですか。あれは、前鋸筋の長さが非常に長いからこそできる移動距離なんですよ。一段階目の移動距離があそこまで広いのは前鋸筋の長さによるものだと思われます。その前鋸筋は肋骨にこうやってくっついてるんですよね。で、それらが当然硬くなれば肋間っていうのも広がれないわけですですかね。だからそこの前鋸筋の長さっていうのも作っていきたいねって話になるわけですよね。で、特徴としては腹斜筋をはじめとした腹筋群の長さが長い、それから肋間筋も長い、横隔膜も広い、で前鋸筋なんかの長さも特に長いなってことが分かったわけです。ですね。じゃあそれらを全部ひっくるめて一発で伸ばしていくようなストレッチってあるんでしょうか？あるんですよ。片足ずつぐーっと下ろしていきます。これめちゃくちゃ痛いね。この片足をですね、下に滑り込ませる動作っていうのが非常にいい工夫になってるんですね。通常のパターンだと、背中の下にポールを入れて、ブリッジを高めていこうとするわけじゃないですか。ただそれだと脇腹の筋肉っていうのは、横に体を倒す筋肉でしょ。だから後ろから前に押し出されてもこれあんまり伸びないんですよね。ってことは下半分の肋間が開かないからブリッジ高くならないんですよね。この腹斜筋というのは斜め方向に繊維が流れているので腹斜筋なんですよ。なのでねじる要素を入れることで、この腹斜筋というものを狙い撃ちすることができているんですよね。そしてさらに肋間筋、これもね、腹斜筋と一緒で斜めに生えている筋肉なんですよ。だからね、ねじっていくということでこれらの肋間筋も狙い撃ちすることができているんですね。当然前鋸筋も肋骨に沿って生えてるでしょ。だから前鋸筋あたりへも影響は出せるということになるんですね。この通常のポールのストレッチに対してねじるという要素を入れたところが鬼ストレッチの一番の味噌だと思います。これを考えた人っていうのは本当に頭のいい人、もしくは勘が鋭い方ですね。解剖学的なその下地がなくて見つけたんだとしたら、まあおそらくそうじゃないかと思うんですけれども、だとしたら、ね、ベンチへの情熱の高さというものが、まあ、なまら半端ないんでしょうね。この時お尻と足の体重をしっかりと体に預ける、要は脱力するっていう状態ですね。これもまた30秒ぐらいです。反対、ね、バーストリミットのケイタさんが会員さんから教えてもらったストレッチなんですよっていうのを紹介してましたね。鬼ストレッチなんて言ったかと思うんですけれども、フォームローラーとベンチを使った非常に強いストレッチ、あれであればですね、今言った筋膜たち軒並み伸びていくなっていうのが分かるんです。ただし非常にきついストレッチなので、私世代で中年の男性で体固めの人ってなってくると、いきなりあれはちょっと手が出ないですね。だからワンクッションツークッション入れる必要があるんですよ。そこでフォーカスしたいのはこの上から下まで側面、体側面って言ったらいいかな、ここの筋膜の長さと横隔膜の長さ、それともう一つね、これはプラスアルファなんだけど、胸郭の中には肺と心臓、それから食道だったり気管支だったりっていうのが通ってるんですよね。肺側とその真ん中の心臓、気管支、食道あたりっていうのを隔てている組織を縦隔っていうんです。で、その縦隔もね、ずっと胸つぶしてこうやってデスクワークとかやってると縮んじゃうんですよ。で、そのあたりについた癖っていうのは、肋骨の大きな動きの邪魔をするんですよね。だからそのあたりのストレッチっていうものも、覚えていただきたいなと思います。で、そうやって鬼ストレッチにつなぐためのストレッチというものをまず取り組んでいただいて、もしくは同時進行でやっていただくっていうのもありなんだけれども、まあ、とりわけ硬い人はね、まずワンクッション、これからご紹介するエクササイズを3週間ぐらい頑張ってほしいんです。
ある程度ですね、その構造的な長さというものを手に入れるのに3週間は刺激を入れ続ける必要があるんですよね。継続的にストレッチをかけることで筋膜や筋繊維自体、それから靭帯や関節包の長さというものを作るための適応を引き出すことができるんです。3週間やればイヤーゴブでもこのブリッジを高くするのを拒んでる組織っていうのは伸びていってしまいますからね、まあ、そこにですね、ぜひ、手を入れていっていただきたいなと思います。ではですね、一回座った状態で胸を立ててみてくださいですね。これを覚えておいていただいて、はい、まず肋骨の横方向の動きを自由にしていきましょう。邪魔しているのはこの辺りの筋膜がメインです。たら脇腹をですね、つまみ上げてほしいんですよ。お肉でいいです。脂肪でいいです。ですかね。っていうと、めちゃめちゃ痛いところないですか？この脇腹の部分ですよ。この部分って言ったらいいかな。はい、ここをつまみ上げていきます。で、痛いところを見つけたら、コロコロ転がしてみてください。こういうことですよ。こういうこと。これピンチロールマッサージっていうんですけれども、これ脂肪の層を一生懸命ほぐしているんですけれども、その下の筋肉もスッと長くなってくるんですよ。皮膚があるでしょ。で、その下に脂肪の層があるんですよ。その下に筋肉があるんですけれども、その皮膚の層から脂肪を通してこの筋肉の層まで縦方向にもコラーゲンの繊維、筋膜という組織はつながりを持っています。で、そのまま脂肪の層を越えてこの筋肉の層にも入り込んでいくんですね。縦にこうやって入り込んでくる。こう取りまとめてるような筋膜の繊維をイメージしてください。皮膚ごとですね、上からグッと引き伸ばしたら、この筋繊維を積んでいる筋膜組織にもストレッチがかかるでしょ。ギューッと伸びてくれば、こう締め付けていた筋束たちは解放されるってことになりますね。で、これね、背骨の奥の、故障なんかにも使ったりするんですよ。いいですか？脊柱管の中にできた癒着なんかを背骨のすぐ裏の皮膚をつまみ上げて、ここの皮膚って言ったらかな、つまみ上げてグッて引っ張ることで、この中の癒着を剥がしていったりなんてこともするんです。だからね、脇腹の筋肉ぐらいだったら、脂肪の上から全然、ストレッチできます。で、そこの癒着がね、あると、普通のストレッチっていうのがそもそも効きにくいんですよ。だからまずはね、癒着を剥がす。痛いですよ。で、ちぎれるように痛いなってところを見つけたら、しばらくつまんでおいてください。ね、だん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 痛みがこなれてきます。緩んでくるんですね。で、勇気があったらそこからつまんだまんま、ぎゅーっと引き伸ばしてください。ぎゅーっとね、引き伸ばしていくんです。で、同じ処置を脇の下までできますか？こうやってつまみ上げて、つまみ上げて、痛いところを軒並みやっつけていくんですよ。いてててて、と思ったらしばらくそのまま、つまみ上げるだけでもいい。勇気があったらこうやってコロコロ転がしたり、脇腹を伸ばしたりなんてことをやっていただいてもいいです。このあたりざーっとやったら一回胸を起こしてみてください。で、こちら側だけ胸が大きく起きてくるのを感じるはずですよ。それを今度は、今脇腹のラインでずっと行きましたね。今度は肋骨のこの下のへりといいますか、この肋骨のちょっと上のかぶったところまでやっていただきたいんですけど、このあたりをつまんでいってほしいんですね。こういうこと、こういうことです。いいですか？ねえ、うわ、この辺すっごい痛いですね。で、痛いところを見つけたらそのまま置いとくか、引き伸ばすか。うわ、ああ、かなり痛いんですけどね。でもこれもですね、1週間もこんなことちょこちょこ手癖のようにやってると痛まなくなっちゃいます。それが終わったらもう一回起こしてみると、これ右も左もやっていただきたいんですね。この脇の下あたりになると前鋸筋っていう筋肉がこう流れてくるんですけど、ここもね、しっかりつまみ上げてあげてください。バズさんの動画の中ではシャフトを掴んでフォームローラーでコロコロやってます。あれもすごくいい方法なんだけれども、より頑固にですね、固着してしまった筋膜なんかを剥がすのはこのピンチロールの方が効果高いですね。なかなかね、通り一遍のことやってても効かない人にはこちらをお勧めしたいですね。狙う場所としてはこの側面全部、脇の下からこの上までね。で、そこからこの肋骨の下縁といったらいいかな、この辺り全部です。肋骨の上までね、こうつまみ上げてください。大胸筋があったら大胸筋の下のへりまでしっかり、ほぐしてあげてくださいね。ちょっとざっくりやってみますね。
よいしょ。脇腹行きました。結構後ろの方にもありますよ。ね。はい、前も。よいしょ。地味ですけどね。痛いところ見つけたらしばらく引き上げてください。コロコロ転がしてもいいです。はい、体ごと伸ばしても結構ですね。はい、よいしょ。できるだけ上まで行きたいですね。はい、大胸筋の下のへりまで行きました。あった。痛いところあったらこうやって伸ばしてください。よいしょ。よいしょと。ということですね。はい、脇腹で前胸筋あたりになったらこんな方法もあります。指を鍵爪にしてこの脇の下の前胸筋の上の皮膚をちょっと肋骨に沿わして下に引っ張ってもらいたいんですよ。でそのまんま肩をギュッと引いてくると、まあ、こう引っかくような形になるじゃないですか。前胸筋をたわめて引っ掛けて、でそこから伸ばす。肩甲骨を背骨の方に寄せていくと、まあ、腕を開いていくとって言ったらいいかな、前胸筋は伸びていきますから、そのストレッチを繰り返してあげるっていうことになりますね。これね、アスターっていう方法なんですよ。ですね、アクティブソフトティシューリリースっていう方法で、癒着した筋膜なんかを剥がすのにとっても役に立つ方法です。ただね、ピンチロールもそうなんだけど、すごく強いテクニックなので、やりすぎると後でちょっと痛くなるかもしれないね。そこら辺は自己責任で頑張ってください。いいですか。この脇腹と記録部、下半分の肋骨の上、上面あたりね、前胸筋。このエリア全体はね、しっかり、ほぐしてください。それができたらですね、今度は横隔膜をほぐしましょう。で、横隔膜はですね、よいしょっと。こうやってあばらのへりを握るように緩めていきます。こうやって握っていくんですよ、順を追ってね。でこれすることで腹斜筋なんかも緩んでいきます。でやり方はですね、ここに骨のへりがあるでしょ、記録部っていうのがありますけど、そこに指を入れるんですけど、胸を張った状態だと入らないですね。なので背中を丸めてお腹を緩めた状態でくぐらせてください。見えるかな。これだと指がしっかり入ってくるんですよ。イメージとしてはこうしっかり握ってる感じですね。でこれも内側から順を追って外に移動していって、痛いところに対してしばらく止めてあげる感じですかね。よいしょ。もうここですでに痛かったらその痛みが半減するまで、ある程度散るまで待ってあげると。よいしょ。またあったなっていうことで呼吸はゆったりね、止めずにいきましょう。よいしょ。一点一点入念にいきましょう。で脇腹になってくるとさすが握りにくくなってくるので、よいしょ、こちらに倒して片側ずつこうやってサポートしながら、今こうやってますね、サポートしながらやってあげてください。30秒から1分半ぐらい、じっくりね、痛みが半減するまで付き合ってあげてください、ね、なんてことをやっていただいたら、もう一回胸をぐっと立ててみてください。この辺まで来るとね、相当起こしやすくなってきますよ。ですね、肋間自体の肋骨の間ね、こういうところのストレッチを入れていきたいと思います。でベンチがあったらベンチの横にちょっと寄りかかりながらやるといいですね。左側ちょっとやってみたいと思います。足を前後にしっかり開いていただいて、股関節を下に沈めます。腰は反らさずまっすぐフラットにしてあげてください。そしたらですね、左の手を右手で吊り上げていただいて横に倒していきましょう。で真横に倒すっていうよりは上に吊り上げながら倒れていく感じです。ね、と肋間が開いていきますね。そのまま深呼吸です。ですね、息を吸った時には体がぐーっと戻らないように耐えてください。止めておく。吐いた時にはさらに絞り込んでいただいて。こんなことを3回から5回繰り返します。ね。それができたら、今度は手を組んだら左の肘を膝の上に乗っけていただいて、左肩を下に下ろしていきます。ちょっと角度変えてみます。手を組んで肘をももの上に乗っけて肩を下ろしてくるですね。背中の方まで伸びてきますよね。肋間ってのはね、前半分だけじゃないですから。でこれもですね、大きく深呼吸を5回ほど繰り返していただきたいんですね。吸うときには体がぐーっと戻ろうとするのを耐えて、吐くときには少し沈めて、
なんてことをやっていただきたいですかね。このストレッチリボルバーっていうんですけれども、股関節側のストレッチも兼ねているんですね。でとりわけ腸腰筋という筋肉を伸ばしているっていう側面が強いんです。で腸腰筋はね、股関節を曲げる筋肉ではあるんだけど、腰椎を支えながら横隔膜ともつながってるんです。この腸腰筋の緊張が強いと横隔膜もくっと緊張を強めてしまうんですね。そうすると下半分が開いてこないから胸を立てる能力も目減りしてしまうわけですね。ですか？だから下半分の配慮としてもこのリボルバーおすすめということです。ですかね。まあ故障の予防にもなりますし、ぜひぜひ取り入れていただきたい。よいしょ。もう一回ちょっとやってみましょうかね。足を前後に開いて股関節下に落とします。手を吊り上げていただいて倒していきます。大きく深呼吸を3から5回。それができたら肘をももに乗っけて肩を沈めて、また深呼吸を3から5回といったところ、いいですかね。はい、それができたらまた胸を起こしてみてくださいですね。やった後にですね、確実に胸を立てる動きの広がりっていうのが高まるかどうかっていうのを確認していただきたいんですよね。よろしいでしょうか。続いてですね、胸郭のとりわけ上半分を自由にするために、この、心臓の部分ですね、縦隔というエリアのストレッチを、ご紹介したいなと思います。これね、フラットっていうテクニックを使います。呼吸と運動を、使った関節の機能化技法なんていうような、言葉の頭文字を取ってフラットってつけました。まずですね、こうイメージとしてはこの大胸筋の下の切れ目を支点にして体をこうやって斜め前に折り込んでいただきたいんですね。動きとしてはこういう動きで、まず右側からいきたいんですけれども、手をこう吊り上げていただいたら、この右の大胸筋の下縁、肋骨の5番目あたりなんですけれども、そこを支点に右斜め前に体を折り込んでいってください。そこから息を吸います。目一杯吸って止めてください。そのまま体を反対側に倒していって、左手を下ろして、右手を吊り上げて、そこからまた下ろしていきます。手のひらは外へ向けておいてください。ここまでです。息を吸って止めた状態で大きく倒すことで、横隔膜が下がったまんま縦隔の組織にストレッチがかかっていきます。いいですかね。この順序ちょっとややこしいかもしれないんだけれども、順序通りやれば簡単に変化がつきますんで、ぜひね、頑張ってついてきてくださいね。一回ですね、胸しっかり起こして、であとはこう横に倒してみてくださいですね。で今こちら側やりましたね。だからこっちには倒しやすいけれども、こちら側がまだ残ってると。じゃあこっちもやってみましょう。吊り上げました。息を吸います。ということです。吸ったら息を止めているので、ちょっとね、血圧がぐんと上がるような処置になっちゃうんですよね。だからね、立ってやらない方がいいです。座ってやってください。で、血圧高い人だったりとか、くらみ癖がある人なんかは失神すると思います。ね、ちょっとこう強いテクニックなんだけれども、それだけね、心臓の硬さにはすごく効いてくれます。もちろん、ね、肋間の硬さもしっかり取れてきますよ。そこから胸の動きを確認してみてください。ね、自由になってるかどうか。はい、しっかり胸を起こしてみて、上の方まで、上半分までね、引き上げ切れるかどうかっていうのを確認してください。この4つのステップですね、ひとまず3週間は頑張っていただきたいんですよね。ストレッチによるですね、変化が明確に確認できるまでの期間というのは大体3週間なんですよ。組織の長さを作るという試みに関しては、ぜひですね、トレーニング後にですね、ストレッチを入れていただきたいんですよ。どういうことかっていうと、トレーニング前のストレッチの目的としては、本来持っている可動範囲というものを十分引き出した上で、自分のイメージ通りのフォームでベンチプレスを重ねるというところに意味があるわけですね。なんですけれども、目的としては今以上にブリッジを高めたいわけじゃないですか。
であれば練習の後にもストレッチやってほしいんですよ。特に選んでいただきたいのはスタティックストレッチです。じんわり伸ばすような方法だから、ここでは鬼ストレッチなんか本当におすすめですよ。あの方法っていうのを練習後にやってあげることで、今一生懸命ほぐしてたような腹斜筋、腹直筋も含めて横隔膜、肋間、そして脊柱や脊柱と肋骨の間の肋椎関節、それらを支えている靭帯や関節包の長さも出来上がってくるし、今挙げた筋肉たちの長さも育まれていくんですね。スタティックストレッチを入れていくことで、体はその伸ばされた組織たちの長さというものが足りないということを認識するんですね。でそれを認識すると、今度はそこに適応させるためにそれらの組織の長さを作れっていう命令を送るんです。そうした適応を引き出すためのトリガーを引くために練習後のストレッチを行っていただきたいんです。ですからね、ほんの5分でいいですよ。だからね、十分柔らかくなったからもういいやっていう形になってしまうんですけれども、そこでもう一息スタティックストレッチを入れていただきたいんですね。これはね、もう硬い人だったら、なおのことなんですけれども、十分に柔軟性がある若い世代の方々も一緒ですね。生きてる人間であればね、必ず大なり小なり効果っていうのは出てきますから、そこをどれだけ計画的に戦略的に、行うことができるかっていうのが、その後の変化の鍵を握ると思います。いかがでしょうか。ということですね、今回の動画が面白かったよ、役に立ったよっていう方はグッドボタン、高評価お願いいたします。それから登録がまだの方はですね、ぜひご登録お願いいたします。次回はですね、次の動画になるかどうかわからないですけれども、福田選手のあのスライド、あれの秘密に迫ってみたいなと思います。あのスライドを獲得するためのエクササイズについてもご紹介したいと思います。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。